中身にお茶入れてきました。さあや電気水を準備しよう。まだ今日は余裕があるな。さん、ちょっとおいで、おいで。じゃあ見ましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。今日はあ、やばい前髪。めっちゃアホ毛がすごい。レシード L マルチアレンジスティック。これをパカッてやってぬいぬいにしてます。見ようとしてるリサ。今日暑い。今日暑いよ。あ、でも手袋とマフラー。これで行くわ。手袋とマフラーあればいける。違います。あ、リサちゃんですか。違います。これがリサ。面白い。見えますか？これをノートに移し、漢字ノートに移します。簡単です。のみかんのゼリーと裂けるチーズの片っぽです。ねえ、さあよ。ねえ。チーズもらうよ。パンの食べ終わった。ごちそうさまでした。あ、ちなみにこれは家で使ってる。
文字です。ゼロはここなんだよ。わかった？わかった。やってみて、書いてみて。じゃあお手本書いてあげる。ここにとっても大きくゼロ。説明しない。あー来たよ。誰も説明しないんで、ママが説明してください。今から靴買いに行ってきます。ダンスもついでに行っちゃいます。その後まっすぐダンスも行きます。注文さえコダック持ってく、うん、いいよ、いいよ、よし、車に始まりました。ちょっと夕日が綺麗なの、はい、振り覚えます。はい、いくよ。わかんないから見せて。もう一回もう一回。うん、いや、もういいやるよ。はい、よし、いいんじゃない。たどり着きました。ピーッ。じゃあ、中履きの靴を買いに行ってきます。バイバイ。バイバイ。はい、ダンサーに行って靴を早速買ってきます。中履き用のタイトルの2足と今朝の学校用を1足。今からダンスに向かいます。はい、習い事ですかね。はい、16時43分ですね。で、ダンスが5時からだよね。バイバイ。バイバイ。行ってきます。はい、帰ってきました。ダンスが6時41分です。左足で踏んだから、で、それでちょっと痛くなっちゃったので、ワンスイコを行ってきました。あ、リサ行けないじゃん。シャーとリサの買いました、中履き。あとはリサが学校に履いてく黒いナイキです。あ、今日麻婆豆腐だ。あ、イエーイ。あ、今気づいた。今日はうちの好きな料理、もうご飯ついてきました。今日のご飯はこのぐらいで、じゃあいただきます。します。いただきます。いただきます。何かけるの？サラダ。お腹
だって、ね、何かけるのって今当たってるから冷蔵庫に取りに行こうとしてるんだけど。水は？レンジでチンしよっか。いや、青じそ。あ、青じそ？ついてなかった、ね、じゃあ、リサのために食べてあげる。え？うちのんじゃないんだっけ。あ、もうちょっと自分の嫌いなもの多すぎてちょっと困ってるわ。何してんの？これ何個入ってんのよ。何個って？1,2,3,4,5個も入って、食べなよ、野菜。あー、あとレタス3つ、トマト2つ。まあ、トマトはいけるんだけど、レタスとトマト一緒に食べると、まだマシだから。でも、でも1つ余っちゃう。どうしよう。どうしよう。でも。あー、こら。こら。よし、食べた。すごくない？うち。ごちそうさまでした。よし。7時54分なんですけど、今から、いつだっけ、火曜日の14日にあげる TikTok を撮っていきたいと思います。では、撮っていきます。レッツゴー。じゃあ、撮っていきます。はい、8時10分です。大根取ります。ひどい。痛い？怪我したところが痛い。完成した動画は TikTok の方でね、さゆりさんも見てくれると嬉しいです。下に、はい、下にあるかな、バーって ID がいる。そっちにもカメラがあるよ。なんで2台カメラ？そっちにもカメラがあるよ。なんで2台カメラ？あ、ちょっとじゃあちょっとこっち止める。あ、もうこんな感じで、バイバイ。バイバイ。はい、ということで今からサイリオの方で撮っていきたいと思います。痛いから怪我したところ、こことかも絆創膏貼れないから。
だからお風呂は今日は行きません。明日入ります。じゃあバイバイ。よし、てこいよ。てててててて、あんまり見せないですよ。なんかみんなさ、このスタンプ使ってる。あのスタンプのここに髪の毛がピョンって入ってるんですけど、それが横なのでこのぐらいまでしか切ってなくて。よし、結構いいのができました。お決まる、うん、お決まるでいいよ、うん、ママに投稿してもらいます。はい、あ、投稿できました。あ、もう見せないでおきます。あの、じゃあ、あのお風呂入ってくるんで、お風呂上がったらコメントとか見たいと思います。あの、はい、じゃあ3人に名前ダン。お風呂入ってきます。バイバイ。はい、お風呂から上がりました。やっぱり嘘だ。あ、今何時か言うの忘れてた。今は8時52分です。もうほぼ9時です。眉毛の形が好きだね。まあいいや、やっていきます。まずは化粧水を塗ります。ここに鏡があるんですよ。ここに、ここにまっすぐ行ったところに、今日は10分やります。やりたいと思います。名前がわからないんですけど、よし、1人で YouTube と歯磨きしてます。ほんとはもう8時50分。はい、ニベアの、これ塗ります。はい、終わりました。で、これにパックする日もあります。はい、早起きは自分でして、仕上げはママにしてもらいます。はい、じゃあちょっともう9時過ぎて時間が少しだけないので、乾かすのはママにやってもらいたいと思います。ちなみにまだ髪の毛乾かすのは練習中です。リサの様子をご覧ください。髪の毛が乾きました。9時18分です。タイガー、準備できたら寝ます。ほとんどもう20分。はい、じゃあ、あの2階に行ってきたいと思います。ママもついてくるんじゃない？うん、ついてくる。で、いつもお二人は言うんだよね。あ、すみません、今日は日になりました。明日は日になりますように。今日はルーティーンの動画が楽しいです。でも怪我してちょっと残念です。明日は絶対治るように願ってます。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。今日になりました。今日になりました。では靴買いに行きました。布団の中結構暗っ。はい、はい、今9時23分です。見て、ジラちゃんたちがたくさん。おやすみなさい。え、もう寝るの？おやすみなさい。バイバイ。バイバイ。